皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回は、ゲレンデワークシーズの脅威 V、ディターンズジャミト風編の続きプレイしていきます。ここまでアクシズに対して、まあ有利に戦いを進めてきましたので、いよいよアクシズ制圧作戦、これを発動します。これよりアクシズ制圧作戦を開始する。アクシズのハマーンカーンがもたらすものは、一年戦争の悪夢の再現である。これを倒さねば、地球圏に未来はない。諸君らの健闘に期待する。宇宙要塞アクシズ。この小惑星はアステロイドベルトから地球圏に帰還して以来、ハマーンカーンの牙城として君臨してきた。しかし地球への侵攻を契機に、その勢力は徐々に低下し始め、ついにその姿を敵の前に晒したのである。だがアクシズに長年暮らした将兵はこの小惑星を第二の故郷としており、アクシズ防衛のため最後の抵抗を試みようとしていた。ティターンズとアクシズの戦いは終局を迎えようとしていた。はい、というわけで全軍を持ってアクシズへ進攻していきます。ただアクシズもね、まあ、相当戦力蓄えてましたね。なので戦力を集中して投下していきます。防衛ラインの方にはですね、まあ、サイコガンダムなんかを用意して短期防衛、まあ、サイコガンダムであれば十分に短期防衛できると思いますので、そのね、短期防衛力に期待したいと思います。ではアクシズ攻略戦です。敵のユニット数68、味方50になってます。この後味方の方は増援も予定してますので、まずは拠点ここですね。ここをなんとか確保するっていうのを最優先にしましょう。まあ多少の犠牲が出たとしてもこれはなんとしても完遂するというところで進めていきたいと思います。では部隊進軍します。では拠点確保しましたので、ここを中心に戦っていきたいと思うんですが、敵ですがハマーン、さらにここにはキャラなんかもいますね。ビグザムの機影らしきものもあります。油断ならない相手ですね。まあ、しっかり第一撃第二撃と、攻撃を加えて、できるだけ早くハマーンだけでも、撃墜しておきたいかなと思いますので、この後ハマーンに攻撃を集中していきたいと思います。なあ、カイラムが落とされた。力が足りませんでした。ちょっと貴重な大型戦艦の一隻を失ってしまいましたね。ラムサスも落とされました。敵の第一撃目、やっぱり強力ですね。ハマーンが思ったより出てきていないというのもあって、次のターンでハマーン倒すというのもなかなか難しそうです。まあ、この後、ドコスギア、これを機関として戦っていきましょう。では反撃といきましょう。ダンケル、さらにはラーカイラも失いましたけど、まだまだこちらエース健在ですからね。ロザミアなんかのこのガンダムマックス、まあ、最高ガンダムマックスですけどね、このあたりもしっかりこの後活躍してもらいたいかなと思います。そしてヤザン、まだハンブラビなんですけどね。ヤザンのハンブラビ、この時点でどこまで通用するか。まあ相手は、ガルバルディとマラサイに見えますね。キャラスンを撃破してます。まあさすがベイトですね。ニュータイプではないんですけども、ベイトは、バウンドドッグに乗ってもらってます。まあ、ここがしっかり機能してくれたところだと思います。さあ激戦ですが、ハマーンにヤザンが挑みます。まあ、オールドタイプの最高峰とニュータイプの最高峰の戦いですね。ここは何としてもね、ハマーンを、まあ、少なくとも撤退まで追い込みたいですよね。攻撃が
ちょっと当たらないかな、ハマーにはね。どこまで削れたか。あと4分の1ぐらいでしたね。この後ハマー一度下がると思いますので、下がったところ追撃していきましょう。ジェリドはマシュマーのハンマハンマとの戦いです。ジェリドが乗ってるのはマーク5ですね。できればマシュマーはここで葬り去っておきたい相手ですけどね。ここはサイコミューの打ち合いでマシュマーを撃墜してます。ちなみにゼーターにはライラさんが乗ってます。私はやられんぞ。このマシュマーセロ、己の肉がこれから削ぎ取れるまで戦う。ハマーン様万歳。では苦しいアクシドの戦いですが、ユニット数では逆転しています。このターン遅くとも次のターンで、攻略完了したいですね。戦闘を再開します。ここはカクリコンがハマーンに挑みます。ハマーンも回復されてしまっているので、ちょっとまた攻撃を当て直すっていうところからだとどうでしょうね。削るのが大変そうですね。隔離痕が持たないかな。格闘で負けそうな気がするな。なんとか隔離痕は救われましたね。そしてここはエネルギー切れを起こしているビグザムですね。まあ、早めに落としておきたい相手なので、まあ、ビグザムには格闘で攻撃を仕掛けて撃沈しておきましょう。ここはシドレが格上ハマーンに挑みます。なんとかここでハマーンを撃沈してほしいですよね。ファンネルの打ち合いで一撃も当てられないか。さすがはハマーンだな。格闘もね、一発でも入れば落とせましたね。最後ハマーンをシドレが撃沈してます。これでシドレもまた、ランク S ニュータイプ覚醒への道が一歩前に進めたかだと思いますね。やれやれ。アクシズの攻略戦の途中ですけども、ニューガンダムの設計図入ってます。これ開発しましょう。売額投資するお金がないのがちょっと残念ですね。はい、アクシズを制圧完了です。滅亡ですね。残っているのがグレミー軍になりますので、戦力を整えて今度はグレミー軍に対して攻撃を仕掛けていきたいと思います。ヤザンとシドレが昇格してますね。せっかくなんでちょっと確認しましょうか。まずはヤザンから見ていきましょう。ちなみにですね、シロッコも昇格しているので、大尉からおそらく少佐になってるんじゃないかなと思いますね。ヤザンは少佐。そして、シロッコも少佐ですね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回はグレミー軍に対して攻撃を仕掛けていきたいと思います。